進行役の夜です。聞き役兼ツッコミ担当の暁だよ。同じく日向です。皆さんよろしくね。今回のお約束はいかだよ。なるほどなるほど、わかりました。そして今回の作品はこれだ。ジーン文庫の君って私のこと好きなんでしょ、とりあえずお試しで付き合ってみる第1巻です。著者はのぞみこうたで、イラストはヒューガーズリだよ。ジーン文庫より2020年4月30日初版発行だよ。パチパチパチ。著者ののぞみこうたは以前の動画、娘じゃなくてママが好きなの、いや、ちょっぴり年上でも彼女にしてくれますか、などをご参照ください。了解。イラストはヒューガーズリでフリーのイラストレーターとのことで、角川スニーカー文庫からクラスで2番目に可愛い女の子と友達になったアース、スターコミックスから追放されたお荷物テーマ、世界唯一のネクロマンサーに覚醒するアース、スターノベルから優しさしか取り柄がない僕だけど幻の鳥レアモンスターを助けたら懐かれちゃったみたい、 GCN 文庫から先輩、自宅警備員の雇用はいかがですか、電撃文庫からラブコメは異世界を救った後で帰ってきたら逆に魔王の娘がやってきた、講談社青い鳥文庫から呪い集め、オーバーラップ文庫から弱小ソシャゲ部の僕らが神ゲーを作るまで、 MF 文庫 G から妹紹介書でお兄ちゃんになってください、ただし実前が全力で嫉妬します、角川スニーカー文庫から異世界妖怪様な全部妖怪のせい、など多くの挿絵を描かれていますね。結構多いね。そして結構絵の感じが違うよね。ちなみにイラストレーターの木野と2019年11月2日にご結婚されていますね。おめでとうございます。本巻の構成は以下になるね。本巻は約240ページで1章あたり40ページくらいになるかな。1章としては普通かな。そうだね、説はないね。微妙なラインですね。そうだね。ではそんな感じで説明していこう。よろしく。恋愛における勝ち負けとは何だろうか。急に哲学的な。付き合えたら勝ち。いやそれ結果でしょ。振られたら負け。それも結果でしょ。確かに。では交際できたら勝ちかな。それも過程だよね。そう、本作主人公の黒谷宗吉は色恋沙汰とは縁遠い人生を送りながら、そんな漠然とした恋愛観を抱いて生きてきた。どんな面倒くさいことを。そして彼はその恋愛というゲームを理解していない。取り返した。何のこっちゃ。特別棟三大採用の教室、大量の本が詰め込まれた本棚と、歴代の部員が作成したと思われる大量の武士。教室の入り口には文芸部と看板がかかっているが、数年前に人数不足で廃部になったため、現在は文芸同好会となっている。いろいろと学校によって基準があるけど、人数は最低条件だよね。そうだね。音活動実績とかもね。そうそう。その後は学校から部費がない代わりに活動義務もないような、本好きが集まるだけの同好会となった。部室が余ってたんだね。最近では多いみたいですよ。そうなんだ。近くの学校も生徒割れしてましたよ。確かに。去年黒谷宗吉が入部した時は白森霞先輩一人だけだった。それっていいのかな。どうなんでしょう。それからずっと二人だけで活動していると言っても大したことはしていない。本を読んだり、本の話をしたり、リバーシアタのボードゲームで遊んだりするだけのゆるい同好会だ。それって意味あるのかな。そもそも同好会や部活の意味が何かって話になるから難しいね。そうだね。そんなゆるい活動中、二人でリバーシをしながら話していた。そこで唐突に白森先輩から2年も5月になったが新しいクラスになれたか聞かれた。残念ながら陰キャ全開な黒谷としては馴染む気ないと言うと、そこを白森先輩にからかわれる。陰キャであることは否定しないが、陽キャでなければならないということは賛成できない旨を言うと、それはそれでからかわれる。自分が陰側の人間だとすれば、先輩は陽側の人間だろう。明るく、人当たりが良く、友達が多く、そして美人だ。本来なら自分と関わり合うこともなかっただろう。しかしどういう運命のいたずらか、彼女と巡り合い、いつの間にやら1年も同じ同好会で過ごしてしまった。白森霞先輩は3年生で文芸同好会の現代表、緑葉高校の美少女視点の一人だ。何ですか、その頭の悪い名称は。
この学校の3年には類いまれなる美貌を誇る美少女が4人存在する。あ、本当に4人いるんだ。まれに5人いるのに四天王ってありますからね。農林だね。そうそう、この4人は仲良しのため共に行動していることが多いことからそういう名前になったらしい。どうなんだろう、白森先輩はその一角で四天王として有する2つ名は人妻。待て待て待て、何なんですか高校生に人妻って。白森先輩は大人びた雰囲気があるので美少女というより美女という雰囲気なのでそうなったとのことだね。それにしてもどうなんでしょうね、そんな陽キャ代表のような白森先輩だけど趣味は読書。あ、そこでくるやくんとつながりが出るんだ。そうだね、そんな2人がリバーシで遊んでいたが黒谷の勝ちで終わった。1年の頃はよく負けていたがその後勉強して強くなった。いや、まあなんであれ努力するのはいいことですけどね。そして突然白森先輩が勝ったご褒美に何が欲しいか聞いてくる。ないと答えるとしつこく聞いてくる。何なんだろうと思っていると白森先輩は言った。君って私のこと好きなんでしょう。タイトル回収されました。早いな。そこでいろいろと混乱状態で話していたが先輩が提案してきた。とりあえずお試しで付き合ってみる。はい、サブタイトル回収されました。早い早い。白森先輩も黒谷のことは嫌いじゃないし嬉しいと言ってくれた。なのでお試しカップルという感じでとりあえず付き合っちゃえという提案だった。なんだろう、うん、わかるわかる。そんなわけで先輩とのお試しカップルという奇妙な関係が始まる。偽装カップルってありましたよね。俺の彼女と幼馴染が修羅場すぎるですね。あれも面白かったね。でもなんで白森先輩は急にそんなこと言ってきたの。そう、黒谷もそう思って聞いてみたら白森先輩は教えないと。あらら、リバーシで勝ったら教えると言ったがそういう時に限って負ける。あるある、そういうのなぜかあるよね。そして罰ゲームとして月を10回言うようにとのことだった。何その罰ゲームは。男子高校生としては悶絶ものじゃないかな。でも本当はなんでなんでしょうね。1年前のこと、急に回想シーン来た。白森先輩は人間関係に疲れていた。疲れていたんだ。白森先輩は人当たりのいいように思われているけど実際には無理しているところがあってそういうのがストレスになっていた。あるよねそういうの。白森先輩は静かに読書したいだけなのだが周りからは読書は暇つぶしだと思われていろいろと遊びに誘われていた。あるある、私も声を大にして言いたい。わかるわかる、読書を楽しみって考えない人とはそこが相入れないよね。そうなんだよね。そんな時さらっと黒谷は助けてくれた。本を貸してもなかなか返してくれない友達と違って黒谷はすぐ読んで返してくれる。あれって気になるよね。また貸しする連中もいるからね。あれは腹立つ。ほんとほんと。そんな感じで黒谷のことは気になっていたがお試しで付き合う話をする直前のこと、実は黒谷は部室で告白の練習をしていた。そして白森先輩は偶然部屋に入る前に聞こえてしまった。正直嬉しかった白森先輩は冒頭のような流れになったとのことだ。なるほど。まあ本編中は終始白森先輩が黒谷をおちょくる感じなんだけど当然付き合った経験もないので見えないところで恥ずかしがるといったところが面白いというかムズムズするね。ムズムズするんですね。嬉し恥ずかし恋愛物語って感じなんですね。そんな感じかな。で、おすすめランクはどれくらいですか。そうだね、 S、A、B、C、D と分けると、うん、A かな。良い評価だ。そうだね、悪くはない、むしろ面白いとは思うんだよね。でもなぜか残念ながら2巻で終わっているんだよね。あれれ、ということは人気なかったんでしょうか。面白いと思うんだけどね。しかし著者ののぞみこうたは年上との恋愛ものが好きですね。何か蔵書にあるのは全てそうですよね。そうなんだよね。でもなんか年上の人を可愛く描くのが上手い方ですよね。そうだね、そしてそれがいい感じを醸しているのが特徴かもだね。そういうことですね。2巻までしかないけど続けて読んでみるよ。それは楽しみ。ということで今回は以上となります。まだまだ不慣れなところがありますが、
チャンネル登録、いいね、コメントをいただければ幸いです。それでは、皆様、またねー。